はい、さあ走ってきました。ここはね、国道20号の山梨県白州町です。さあ前回の続きでね、はい、明日静岡に向かっていくためにここまで走ってきました。あとはね、ここで4時間の休憩取ってからまたね走っていきます。いやー、ここで休憩、早く自分はトイレに行きたい、行きたいよ、もう限界限界頼む、早く車来てくれ、頼むよ頼むよ、トイレに行きたいんだ。今ね、4時50分。あれ、車来るな、クソ。よし、行け。行け。行け。よし、OK。で、あと、ね、こっから静岡まで、130キロ。あー、トイレ行きたい。それどこじゃない。よし。到着。はい、ご飯休憩。4時間の休憩。トイレ休憩。ちょっと行ってきます。トイレ休憩行ってきます。やべ、限界だ。早く、早く。さあ、行こう。よいしょー、あー、すっきりした、すっきりした。いやー、限界ギリギリでしたね。よいしょ、漏れるかと思いました。それはね、ここ来るまでにちょっと先輩とね、はい、電話で話してたんですけどね。よし、OK。なんかね、先輩が、ねえ、禁止令って言ってました。ね、いろいろね、動画について喋ってくれたんですけど、なんかねえ、禁止令出たんでね。いやー、これからちょっと、ねえをあんまり言わないようにしたいと思います。まあコメントでね、もしいっぱいね、言ってたら教えてください。お願いします。はい。気をつけよう。ね、言わんように気をつけよう。さあ、お願いしますね。さあ、あとは、ちょっとご飯食べましょう。いやー、ちょっと今日のご飯、よいしょ、あれ、おやべ、あれあれ、ちょっと大丈夫だ。今日のご飯はこれ、これとこれとこれ、今日昼にね、作ってもらったご飯です。じゃじゃーん、今日はこれ、これね、チキンライスと、これね、美味しかったんですけど、昨日作ってもらって、キャベツとベーコンと芋のカレー味と、これヒレ肉と大根とね、味噌にみたいな感じです。さあ、これどうしよう、チンしようかな、ちょっとチンしましょう。
さあチンしましょう。はい、とりあえずチン。やべ、忘れた。枕カバー洗ったんですけど忘れた、持ってくるの。枕カバー忘れた。終わったぜ。はい、今日はお味噌汁をいただきましょう。違う味噌。おわかめ、とりあえずわかめ入れて、わかめ入れて、はい、これ寒天やったかな。はい、これも入れてで飲みましょう。お、うん、うまそうな匂い。あとご飯よいしょ。しくった枕カバー。まあいっか。さあご飯食べたいな。よいしょ。とりあえずこんな感じ。早く温まってくれ。いや、腹減ったよ。もう食べようかな。来い、来た。よし、熱いわ。はい、とりあえず食べましょう。こうやってね、この中にこうぶち込んで、はい、これで走行中もガラガラ言いません。とりあえずお湯はね、沸くのを待っとるのは時間かかるので、とりあえず食べていきます。さあ、よし、たらこう。ではいただきます。いただきますよ。大根からいきます。あったか。うまい、チキンライス。うまい。味噌汁、あーってしまった。やっちまった。よいしょ。味噌汁を飲む前に食べ終わっちゃいました。よし、強制的に終わらせようかな。もうそろそろ終わるんですけどね。お、来た。はい、お湯完成。あっちさあ、とりあえずこれ味噌汁飲んで今日の動画は終わりです。まああとはね、コーヒーを入れて、うん、まあ、いいか。今入れとくか、コーヒー。とりあえずしまって
で、コーヒーを準備して休憩ですね。あ、しまった。やっちまった。よいしょ、ギョ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 。味噌汁も飲んで。熱っ。よし。熱っ。OK。あとはこのコーヒーを、熱いな、抽出してから、まあ、ゆっくりとねまったり時間を過ごしたいと思いますよ。よし。まあ前回と今回はねちょっと静岡行くまでの話ですけどね、まあ気をつけて向かっていきますよ。ではまた。とりあえず飲めるかな。熱いな。お風が熱い。